先生、いただきます。はい、どうぞ。いただきます。はい、まず一杯目はね、これ特製の昆布水つけ麺でございます。麺の方はこんな感じと、今回はね、まあ、特別に、醤油と煮干しを選べるんですけれども、麺を混ざしていただいて2種類ね、いただきました。ちょっとまず麺からで、ね、めちゃめちゃうまいですね。ありがとうございます。うま、甘みもあるんですけど、この全粒粉のちょっとなんか香ばしいっていうか、あのお茶っぽいような、小麦の全粒粉とちょっと違ったような、この香りめちゃめちゃいいですね。じゃあ続いてね、こちらですね、はい、醤油の漬け汁につけていただきます。漬け汁に浸すと、ちょっともちろん麺がね、あったかくなるんですけど、さらにこの締めてあるだけよりも香りがね、ぶわっと上がるんで、めっちゃうまい。続いてちょっとこちらなんですけど、これね、醤油の漬け汁の方に入れる味変のオイルですね。あ、山椒か。そうです、はい。フルーティーな。なるほど、ね。すごい柑橘系の香りが強くなるような、はい、うん、うん、あ、全然香り、ま、香りますね、はい、そうなんです、はい、うまうまい。こちらが煮干しの漬け汁でございます。うん、うん、うん、煮干し系とかだと、まあ、塩ベースとかの方が香りが高くなるんですよ。醤油だともちろんこうまろみが出るんですけど、煮干しの香りが逃げちゃう。そこで白醤油を使われてると思うんですけど、煮干しの香りもありながら、こう醤油とかみりんっぽいような甘みが加わって、全然ね、こう煮干しのえぐみとか苦みは感じないです。苦手な人でも多分楽しめる。うん、これうまいっすね。ということで、一杯目、完食でございます。またごちそうさまでした。二杯目でございます。二杯目ですね、こちらの特製の、白煮干し醤油ラーメンでございます。
これ限定の炙りチャーシューの山わさびのやつですね。つけ麺と比べると煮干し感はすごく優しい感じです。ただその分ね、このチー油のまろやかさとか、この小麦のねパツッとした食感なんかもつけ麺よりもより楽しめるような感覚になってるんで、またねこのつけ麺の煮干しの、つけ汁とはちょっと違ったね旨味がありますね。はい、ということで、ただいまね、3杯目到着いたしました。よいしょ。3杯目はこちらの特製醤油ラーメンでございます。それとね、これ合わせて TKG もいただきました。よいしょ。それでは、いただきます。つけ麺のね、この醤油の方はこのチー油感というかかなりねまろみを感じたんですけど、こちらはね真逆、この醤油のこのキリッとした感じを生かしたまんまの風味の強いね鶏の醤油ラーメンになってます。うまっ。一番なんか個人的には麺の香り楽しめますね。ああ、はい、そうですね。非常油と、まあ、そのチーをあえたその麺のお刺身じゃないですけど、それぐらいしっかりこう麺の香りが味わえます。うまい。はい、うん、続いてこれ TKG ね、ちょっとこのトリュフ醤油をかけていただきます。卵濃いですね、これ。あー、うまい。やばい。最後やばいです。牛トロ混ぜそばで、これウニのせいなんですけど、やばい。こちらね合わせて、牛トロフレーク丼でございます。こんな贅沢しちゃっていいのかっていう丼の組み合わせですが、すいません、いただきます。ありがとうございます。すいません、いただきます。いいよ。ああ、うまい。やっぱ本当に臭みないですね、ウニも。帰ってからウニ食えなくなるかもしれないですね、本当に。
味の説明どうこうじゃないですね、もうシンプルに素材がうますぎて、はい、もううまいって言われる感じですね。一旦混ぜそばなんで、これしっかりあえてと。本当にいいことあったご褒美にこれ食べに来たら最高に幸せですね、はいはい、ウニが取れる時期が限られてるので、はいはいはい、今から夏までなので時期によってこう乗ったり乗らなかったりっていうのは、ああ、おいしい。ありがとうございます。夢みたい。いや、本当に北海道の一番いい思い出になったかもしれないです。